はい、こんにちは、三次郎です。今回はね、この前買ってきたあの柏でね、人生初柏買ったみたいなね、それを使って、もう行き当たりばったりどんなんできるかみたいな、なんか焼き鳥が食いたいんですよね。私柏はそない食べないんですけど、もう病院なんかで出とったもう柏はちょっともう最悪で食べれなかったんですけど、言うて嫌いなわけじゃないんですね。食べたい、美味しい柏は食べたいんですね。で、今日はね、なんか衝動買いした柏を自分の想像だけで作ってみようということで、はい、行ってみたいと思います。何のレシピも見てないんでね。はい、じゃあチェンジ。はい、じゃあ行きますね。っていうかこれビデオつけたらピャッて明るくなるの、なんで それからわからんというね。これちょっと曲がってるのが気になる。火加減が難しい。で、油を引く。油の量もわからんね、いまいちね。体にええ油やからやっていいのこれ。これ体にええ油と思いきや、なんかスーパーでいっぱい売っとるね。ていうかスーパーで買うたんやったかな。多分ネットで買ってる気がするんやけど。ちょっと油多めにしとこうかな。どうやろ。んで、おもむろに、よいしょ、これなんか皮取ってますって書いてましたろ。九州産若鶏皮なし桃えて、いきます。桃ってどこやろね。うわ、そんなか。柏はね、やっぱり多分いいんやろね、わからんけど。思ってたより身が細いね。もっと焼き鳥みたいなサイズかな。問題は味付けや。なんか胡椒のなんか黒胡椒いうの、なんか胡椒の粒の大きいのがイメージやねんけど、それがあったようななかったような。これかな。これでいってみようか。けどなんかイメージちゃうな。細かい思っていたよりも。これどうするんやろ。こんなん
うわ、こんな量多そう。うわ、いってもいけあ、けどいいかも。けどいい感じ。細か、超細かい。プロの、プロ並み返し技、返し技一本。私、学生で柔道部なんでね、返し技一本。返し技一本。細か、これ牛肉でしたらマジでうまそうかもからね。この見本通り、これまぶして焼くだけ。作り方も書いてある。ポンピンをまぶしましたよ。うまそう。ちょっと味見します。うん、辛い、激辛い、超濃厚、病院ではありえぬ味。病院ではありえぬ味。それぐらいでいいやろか。けどお店屋さんの味や、絶対。こんなカロリーなんぼとか書いてあるのかな。8.1 キロカロリー。絶対いいやん。辛い。ただ何？辛いから血圧上がんの。塩分？塩分多め。けどこれだけやったら絶対あれやね。ご飯食べようか。どうしようか。なんもないしな。ご飯半分だけ食べようか。まあ自分で考えろみたいな。はい。もう気に。さよなら。はい、ちょっとチェンジ。はい、ただいま腹がへっこんできたから、これもスムーズです。はい、シャシやけどシャシおっさんはい、もうめちゃまだあれから味見してないんで、いきなり食べたいと思います。はい、ではいただきます。どうかな、イメージ通りではあるんやけどな、まあ、もうちょいこう焦げっぽいっちゅうの、焼き鳥風が食べたかったんやけど。普通にうまい。それも最強にうまい。もっと身が大きいと思っとった。ご飯呼ばれてます。
白ご飯も実は久しぶり。箸は持てない。うまい。お茶もなんもないし、っていうかこれカロリー的には絶対いけとるよね。知らんけど、白ご飯、あの教育入院、糖尿病のね、教育入院、教育入院の、まあ、体重減らすこともあれなんですけど、その炭水化物を取らんと痩せましょうっていうのを推してるの、推奨してる病院もあるんですよ。ただ私が言っとったとこは炭水化物は取りましょうと、白ご飯もしっかり取りながら、痩せていきましょうと。だから結構白ご飯の量多かったんですね。175g 私で。今これチンご飯あれ 180g かなんかですけど、それの8分目ぐらいしか取ってないから、多分150か 160g なんですね、今食べようとしてんのがね。そんな感じです。伝わったかな。まあいいわ。ちょっとゆっくり終わります。はい、中断します。まあいいなら。はい、ただいま、っていうか忘れてました。食べてしまいました。ごちそうさまでした。美味しすぎました。はい、普通に YouTube 見てました。な感じでございます。はい、そんな感じでございますが、全くノープランでね、焼き鳥じゃないわ、柏の材料があったんで、食べたいなっていうイメージ的な味はあったんですよ。まあ、言うと焼き鳥のなんちゅうの、普通のなんちゅうのコンスタント焼き鳥やね、ややこしい焼き鳥じゃなくて俗に言う焼き鳥、ようわからんすけど、それをなんかイメージしとったん。ちょっともうちょいなんか焦げた感じ、あれは焼いてるからなんかな、なんか炭火みたいなで焼いてますやん、ああいう感じはなかなか出されへんのかな、あのフライパンでは。けどまあまあ、まあまあ近い感じでね、味も
私の食べれる柏の味で良かったです。はい。ということで、久々にちょっと柏を堪能しました。あ、この前ね、それこそ外でご飯食べるときね、焼き鳥なんか無性に今食べとうてね。ほんで探してあったんやけど、もうよう混んどってね。ほんでやめたんですよ。それがまだ焼き鳥食いたい病がついとったんやね。その焼き鳥なんかめったに食べたなれへんのにね。なんか柏がええっちゅう感覚があるんやろね、きっと。はい、っていうことでございます。みんななんかね、減量してる、なんちゅうの、ボディービルの人とかね、減量中の人とかね、結構柏は推しであるもんね。そんなにただ作られへんもんね、料理。はい、ということで、失礼いたします。以上、総代。ありがとうございました。プシュッ。バイなら。バイちゃ。チャンネル登録お願いします。